さあ始まるよ。みんなで一緒に、せーの、ミニーミニー。じゃじゃーん。今日はこれ。ドラえもんのパクパクハンバーガーショップだよ。これだね、みんな知ってる？ねえ、これ箱ごと大きく買っちゃったんだけど、じゃあ一つずつ順番に開けていくからね。じゃあまずは一つ目を開けてみよう。開けたらね、あ、すごい。中にね、入ってるこの箱の蓋にね、ほら、ドラえもんのね、ハンバーガーショップが、ここに貼ってあるんだね。これ切り取って、ここ使うんだね。そして、あ、こっち側は、わー、ハンバーガーショップのほら、メニューとかもあるね。これを切り取って使うんだね。うわー、いっぱい入ってるぜー。よし、この中から順番に開けていくぞ。うわー、いっぱいあるね。どれにしよっかな。あ、なんか、あれで一個だけ目立ってるぞ。よし、今日はこれを開けよう。はい、じゃあこれを開けるんだけども、中に入っているやつはどうやら1番だとドラえもんのモーニングセットね。で、次ね、2番だったらドラミのモーニングセット、3番だとお持ち帰りにホットドッグで、4番だったら大人気チーズバーガー、5番だったらポテトを半分こ、6番、パーティーポテトセットっていうやつなんだね。で、後ろにもあるんだよね。7番がフィッシュバーガーとスイートコーンで、8番が仲良しパンケーキ、9番満腹スペシャルバーガー、あ、これがいいな、10番ドラミおすすめスイーツセット、スイーツだからね、デザートだね。11番午後のおやつコンビで、11番が、大好きキッズセット、あ、これもいいね、これキッズだから、じゃあ早速開けてみよう、せーの、大丈夫大丈夫せーの、えい、さっきの開けない。何が出てくるかな？中に、あ、これはもしかするとガムだ。あ、これじゃない。これは。これじゃねえよ。出てきたのはドラえもんハンバーガーショップ4番の大人気チーズバーガーっていうのが出てきたね。中に書いてあるのはこんな感じ。うわ、いろいろ入ってるんだね。美味しそう。わ、これが、切り取って遊んでねって書いてあるね。ここ切り取って遊ぶことができるんだね。ちなみに入っていたものは、こんな感じ。これトレーだね。あ、ドラえもんのトレーだね。ドラえもんのトレー。そして、あ、これはなんだろう、飲み物、ジュースかな、うん、そして、ドラえもんの形をしたパンの部分と、チーズバーガーなんで、チーズと、ハンバーガーなんだけど、このチーズがなんとドラえもんの鈴の形してるんだね。ドラえもんの鈴って鈴でかっ。すごいね。よし、早速開けてみよう。ごめんなさい、もう頑張る。まずはこれを全部、よし、 OK だね。ちょっと下に開けてみようか。せーの、じゃじゃじゃーん。あれ、出てこない。よし、出てきたぞ。で、まずは、このトレーだね。ドラえもんのトレー。お、かっこいいね。やっぱりドラえもんといえば、この水色というか、青だね。で、これが、あ、ドラえもんのカップなんだね。シェイクって書いてある。あ、シェイクなんだね、これ。ストロベリーシェイクかな。あ、美味しそう。じゃあ、これを、ここに乗せて。おー、こぼれたー、うちー、あー、こぼれた。最悪だ、中身がないぞ。もう一回注いでください。はい、ジョボ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 、はい、復活。はい、こんな感じです。これだけじゃないから、まだ作っていくよ。ハンバーガーを作ります。これが、ドラえもんのパンですね。これ下の部分ね、こうやってサンドするんですね。じゃないよ。この間にいっぱいな、まずはハンバーガーを乗せます。そしてチーズをね、ただのチーズじゃないよ、ドラえもんの鈴の形をしたチーズ、ね、鈴だから、これを乗せて、うわ、美味しそうだ、チーズバーガーの出来上がりだ。よし、このチーズバーガーを、あとはこれに
てるの。すごいね。うまそう。はい、できました。さあ、ドラえもん、おいしいご飯の出来上がり。みんな楽しかったかな。じゃあ次々開けるから、また楽しみに待っててね。ドラちゃんだけずるい。あ、しずかちゃん一緒に食べよっか。うん。